チャラッチャラッ。はい、今回も、はい、恒例のプロ野球チップストークお願いします。はい、行っちゃいましょう。行っちゃってください。じゃあもう行く。行っちゃってください。はい、もうサクサクと。誰こんなの。はい、ありがとうございます。はい、来ました。お願いします。はい。はい、あー、いいっすね。あー、なるほどね。いい。あー、いいね、いいね、いいね。あー、自分はでも両方大好きです。あー、両方大好きです。いや、いい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 。お、来ました。来ましたよ。いいですね。はい、今回は横浜 DeNA ベイスターズ外選手でございます。もう一人だね。もう一人ですね、はい、ロッテ藤岡選手ですね。ね、いい選手ですよ、亜細亜大学。今日は外、今回は外選手ということで、ホームラン王。いやでもすごかったですよね、本当に。大ブレイクですよ。大ブレイク、本当に。これ、結構、キャンプの時とか、良かったんだよね。あ、そうなんですか。うん。で、もともと実力があって、はい、で、サードに入ってたんだけど、サード宮崎いるじゃない。うん。だから、これ出るチャンスあるかとか言ってたんだよね。うん、まあ、開幕スタートっていうのは、はい、2軍にいたじゃない。俺は外国人枠もあったし、はい、だからそういった意味では出遅れて、うん、あれだけ打つもんね。いや、だいぶね、100試合ぐらいで40何本。いや、ほんとそうです。とんでもないっすよね、ほんとに。まともにさ、140試合出てたら、バレンティン抜いたんじゃないの。いや、ありますよ、ほんと60本、うん、80本打ったペース的には。いや、俺は打たんだろ、80は打たん。いや、ほんとマグワイア超えてたんじゃないですか。ほんとに。いや、だけど話したことないんだよ。あら、いや、話せないじゃない。これどこの何人なんだよ。プエルトリコ出身ってことです。ということはスペイン語か。スペイン語なんですか。スペイン語だったらしゃべれんな。え、本当ですか。そうだよ。まあでも、だけどその打撃優先のさ、オーダーを組んだ時にセカンドも入る、外野も入るって、まあ意外に器用だよね。うん、ポジションが変わるけどバッティングにあまり影響しないというタイプの、まあバッターだよね。いや、この人がいなかったら DeNA がもう一つ順位が下がってた可能性があるな。本当そうっすね。チーム進みましたよ、本当に。だから、まあ、広角にもホームラン打てるし、うん、今年強烈、楽しみだな。いや、楽しみですね。若いの、まだ。今、89年、僕同い年ですね。29です。僕っす。まだまだじゃん。もうこっからっすよ。じゃあ、しかも2文字だしね。外、徳、もう一緒ですよ、僕は。しりとりだったら、一緒ですよ、もう、徳君、はい。外の次に僕来ますから。はい。縁感じます。まあ、確かに、そりゃそうだけどさ。はい、まあ、はい、今年はね、はい、だから結局、外国人枠に当然入ってくる選手だし、うん、まあ、ポジションをどこにするかだよね。そうっすね。ロペス選手もファーストもいますね。ね、いるからね。いや、だからそういう面では DeNA はダブついてくるよ、ポジションが。確かに。だから梶谷、筒香、桑原、音坂、神里、こんなのがいるわけだから。すごいな。だから、そういう、だから外と筒香は絶対外せないでしょ。そうっすね。一つの枠を何人で争うんだっていう感じだよね。いやー、またいい相乗効果がね、生まれる可能性ありますね。可能性もあるけど、共倒れになる可能性もあるね。やっぱ焦るもん。右っていうのは大きくないですか。右バッター、でかいですよね。そこなんだ。筒香を挟めるしね、ロペスと。確かに。外は。いいっすね。そしたら左もなかなか使いにくいだろ。うん。ワンポイントで使うと、次外とかロペスがいたらさ、怖いっす。もう返さる得なくなってくるよね。楽しみですね。だから、いや、まあ、今年の DeNA のポイントを握る選手になってくるわけだからね、ほんとに。そうだ。まあ、もう握ってるかな。握ってますね。うん。まあ、頑張ってください。はい、お願いします。